はい、どうも今からね、モンスト、やっていきたいと思います。モンストね、ガチャガチャばっか引いて、肝心のクエストをね、やってなかったんで、せっかくなんでね、あんだけ課金したらやるしかないでしょ。ということで、今ね、この前、サルトビサスケが当たって、そのね、進化素材、ジライアさんが来てるんで、これをね、ちょっと極みをね、行ってみようかなと思います。何の情報も前情報も入れてません。初見、完全に初見で何も調べてないギミックとか。ギミックなんてね、所詮しょぼいんですよね。そんなもん気にしなくても俺は勝てるんですね。残念ながら。先に言っておきます。それで勝てなかったら、もうそれが今の僕のレベル。うん。そのね、レベルを知る最大のチャンスだと思いますね。喉からガラガラよ。なんだあれ？うわ、何？うわ。なんだあのギミック。あ、てか、地雷落とすやん。マインスイーパー、多分いるよな。まあ、余裕かな？すいませんね。余裕なんすね。うわ、ワープもあんのか。アンチワープと、よし、勝った。これ、ややこしいな。まあまあ、いけるいける。もうボス？早っ！さすが極みだな。これ俺大丈夫か動画の尺。早いぞ、おい。だいぶ。もうボスですか？おい、来た、俺。うわ、出た。やばい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 。これ、イグドラシルでマインスイーパー回収しないと。うーわ、あと一個残った。え？だる？これ結構だりーな。復活系はだるいぞ。まあ、これで終わったでしょ、これは。はい、来た、終わり。まあ、薄々気づいた方もいますけど、結構、この、坂本龍馬さんを当てにしてます。この人がね、なんつっても強すぎる。これで、よし。ああ、ワープめんどくさ。ワープめんどくさ、これ。マジで？うわ、あ、そうだ、こいつもマインスイーパー持ってるんだわ。もうボスはしんどいってもらいましょうかね。はい。全然死なないしね。オッケー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 。全然いい、全然いい。何あれ？おー、やばいやばい。何あのギミック、マジであり。いやいや、お前以外倒せんわ、逆に。お前しか倒せないわ。お前以外の雑魚はいないでしょ、お前以上の雑魚はね。よし、来たー。余裕だな、これ。余裕のよっちゃんですね、これ。余裕のよっちゃんです。すいません、スピクリは無理ですけども。スピクリなんて、花から狙ってませんけども。お、あのギミックでちょっと加速しましたね。いいな、おい、加速したぞ、おい。んで、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 はい。うわ。うおー、なかなかやるね、こいつ。
うわ、復活系か。まあ、いいけども。ほい。はい、来た、これ。完璧、これ。ほい、来た、おい。ギミックを、あえ、逆に利用するっていう。ははは。おい。余裕だな、これ、極み。もう、極みレベルは余裕だわ。ああ。残念ながらな。はい、終わりです。来た、終わり。いや、結構ね、モンスト本格的に始めて、まあ3週間、2週間ぐらいか。2、3週間。極みはもう大体安定していけるようになりましたね。まあまあ、結構課金してますからね。そりゃそうでしょ。これでユグドラシルが極みになったかな。無理かな。あ、無理だ。全然無理だ。全然無理だから。しかも結局落ちなかったしね。ジュライアさんね。はい、ということで今回はね、ジュライア究極に挑戦したということで。まあ余裕ですね。極みぐらいまでは、正直ギミック気にしなくても余裕です、多分、これ。まあ、究極とか超絶になると 100% 無理でしょうけど、まあ。その辺はまだ僕のレベルには早いんでね、到底ね。その辺は、友達とか、Twitter で募集していた時に、まあ、頑張ろうかなと思います。ということで、今回はね、この辺でね、終わりてたね、思いますけどね。はい。ご視聴ありがとうございました。